もう初っ端でねフレームアウトはもうお決まりなんですけど、ちょっと待ってね、目にゴミが入ってた、取ります。取れたかな。取れたっぽい。そう、目にゴミが入ってたのよね。取れました、おそらく。はい、 AKB48 チームメイト、愛媛県代表チーム4県人の高岡香織です。よろしくお願いします。はい、ということで今日はね、あの雫公演があるのでこの時間帯に配信します。なんか今日寝癖の関係でなんかね、ちょっと軽くウェーブなんか軽く巻きましたみたいな感じになってるんですけど、はい、今日はねなんか珍しいこの時間帯に配信してますね。この前髪だけ変なんだよね、ピヨってる。ちょっと待ってね、大丈夫？大丈夫だね。一回気になるとめっちゃ気にならん？もう気になりが止まらないよね。でも大丈夫です、問題はない。劇場頑張れ、ありがとうございます。頑張ります。今日もねちょっとボサボサなんで、髪何回か串は通したんですけど、今日めっちゃ髪の毛ふわふわなんだよね、なんか知らんけど、そう知らんけどめっちゃ髪の毛ふわふわ。まあね、朝起きてからある程度時間は経ってるんだけど、やっぱ午前中っていうのもあってね、まだなんか完全には起きてない。はい、松さんシャボン玉、はやちゃんさんシャボン玉、アーキーさんハート100個ありがとうございます。いやちょっとね、あのなんだっけ、あの皆さんのね、あの名前でなんか気になることがあったから、そう、そう気になるねことがあったからちょっと調べてた。今日はお兄さんの誕生日なんですね。でも私お兄さんとあんまり接点ないんで、特になんかないんですよね、エピソードが。そう
そうなの。なんだろう、なんか成人式の配信の時に、なんか結構あのトムさんとオリンさんがなんかねすごいほんわかしてるなんだろう姉妹のお話をされてて、そういいねって思ったんですけど、そうですね、あんまねチーム違うとなかなか接点ってないんですよね。そうですね、そう、ちなみにね今何調べてたかっていうと、まあ曲名を調べてたんですけど、なんかあの名前に最近おすすめのカラオケの曲は何々かなって書いてる人いて、あれそれって私知ってるかもって思ってちょっと一回調べたの。間違いじゃなければ多分知ってるやつ、阿部真央さんの。間違ってたらごめんなさい。間違ってたらごめんね。茨城ツアー振り返り配信楽しみ。あ、本当ですか？楽しみにしててください。そうなんですよ、ほんとなかなかね、私結構なんかチーム4内でもな、そんなことはないか、さすがに。そうなんだろうね、チーム4でもチーム4メンバーでも仲良くなるのに結構時間がかかったから、なんか他チームになるともっとね、なかなかあれなんですよ。結構ひななさんとかお話できるようになったんですけど、ずんちゃんとか、そうなかなかね難しいですよね。そう、確かに京香ちゃんはバッチリです。一緒に遊びに行ったんで一緒に遊びに行った仲なんでね。でもさ、やっぱチーム4だと普段とはまた、まあ私8なんですけど、普段とは違う雰囲気になるから。あ、ちょっと私人見知りなんですよ。人見知り気質なとこあるんで、割と黙ってしまうんだよね。そう、ビビってね。そう、だからね、なかなか仲良くなるの時間がかかりましたね。そう。でもそう考えるとあんまズッキーとなんか二人きりでお話とか全然したことない気がするんですよ。そう。はい。最近、ナナさんとちょっとおしゃべりできるようになったかなみたいな。そうなったかな、なんか自分から話しかけに行けるようになったかなみたいな感じですね。そう、あとはどうなんだろう、手汗がすごい。マチャリンさんとはだいぶなんかすごいめっちゃ緊張しながらとかお話ししないようになったかな、なんて言うんだ、ちょっと気軽にお話できるようになったかなみたいな感じです。そう、結構マチャリンさんとはなんだろう、あのチームじゃなくて AKB の単独この時に立ち位置隣になることとかもあったので、その時にね触
ふりかくに一緒にしたりとかしました。あ、そう、セナタンともあんまりお話ししたことないんですよ。なかなかね、私本当になんか私も人見知りだから、ちょっと話しかけに行くの正直ちょっとね緊張するタイプの人間なんですけど、そう、そうですね。ゆいりーさんもなんかちょっとずつ話しかけられるようになった感じはします。はい、かおりちゃんはね、なんか一緒にピューロとか行きたいなって思ってる。かおりちゃんはやっぱでも第一印象サンリオのペンだったから、マイメロだったっけ、シナモンだったっけ、キーキラだったっけ、ちょっと忘れたんですけど、なんか私なんだろうな、なんかちゃんとねチーム4のメンバーとおしゃべりじゃないけどしたのってなんか結構鉄なとかが初めてだったりするのね。なんかあのなんだっけ、あの時も単独婚だったよね。単独婚のなんか時はそんなには話さなかったし、あの猫アレルギーは私参加してないそう撮影に参加してないんで、そうなんかもう出遅れた感半端なさすぎてあれなんですけど、そうなんかその鉄菜のリハの時に、まあ、あの初日メンバー以外も集まってたんですけど、その時にあの子のペンサンリオじゃんってなったから、それが第一印象だった。かおりちゃんはで、かおりちゃんみんなかおちゃんって呼ぶから一瞬ねちょっと反応するんだよね。私あのもうリトルの違いしかないからちょっと反応するけど、いや絶対私ではないなって思って、あの何事もなかったかのようにするんですけど、そう、まあね、仲良くなれたらいいですね。私はルンちゃんと緊張しないで話できるようになった。本当に強っ強みちゃんですね。やったね。ご飯は多分緊張しすぎていけないかも。そう。結構さ、なんか人とご飯行くときってめっちゃ緊張せん？そう。なんかまあ今は。あれだからとかそういうのは一旦抜きにしますね。そう、今コロナだからっていうのは抜きにして話してます。今あのなんかね、なんか初対面の人とご飯行く時ってさ、何が一番緊張するってさ、まあご飯食べてる時もそうなんだけど、待ってる時間が一番緊張しない？何話せばいいんだろうってならん？そう、何の話題振ればいいんだろうとか、なんか謎、ああいう時間あるじゃん、あれめっちゃ緊張するよね。そう、うん、なんか数人だったらいいんだけど、2人とかは緊張するよそりゃみたいな、そうって感じだよね。でもそう思うとチーム4は多分キョンちゃんとしかねご飯食べに行ったことないんだよね。そう、一緒に遊びに行ってご飯でお好み焼きかなんかを食べたんですよ。
めっちゃ美味しかったね。そう、めっちゃいろんな話をしましたね。何の話したかちょっと半分ぐらい忘れたんですけど、まあたわいもない話ですよ。そう、あんまり私もメンバーとご飯食べに行くことってそんなにはないんだよね。そう、誰と食べた？ハッツ、ヒカルン、サヤちゃんとは食べたんだよ。サヤちゃんはあれだね、レッスン帰り、これはもうめっちゃ前なんですよ。もう1年以上も前の話なんですけど、1年もっと前だ、1年半ぐらい前なんですけど、レッスン終わりにちょっとスイーツ食べて帰ろうみたいな、甘いもん食べたいみたいな感じで一緒に食べて帰ったりとかしたかな。ヒカルンともレッスン終わりにご飯食べて帰ったりとか、あとハッツと一緒に遊びに行ってご飯食べて帰ったりとかはあった。あとなんかメンバー数人で一緒に行くみたいな感じもちょいちょいやりました。ちょいちょいって言ってもそんなちょいちょいではないけど、まああとお代理とびっくりドンキー行ってね、懐かしい懐かしかった。何気にあの時初めてのびっくりドンキーで、あ、美味しいなってめっちゃ思いましたね。そう、でもそんぐらいかな。チームエイトのメンバーでもそんなに一緒にご飯行こうぜみたいな。そう、そもそもメンバーとあんまご飯行かないからね私あれメンバーともあんまり遊ばないからさ。でもよくなんかね、ピューロランドこの前行ったんだって誘ってよってめっちゃ言われるもうこれでほんと一人で行ってしまうんだ私。そう、あ、カレンちゃんどうだったかな、一緒に映画見に行ったことあるんだけど、ご飯、あ、でも一緒に食べたかな、レッスン前に食べた気がする、カレンちゃんと一回確かね、なんか動画を撮ったんですよ何知ってるんだっていう話なんですけど。そう、そうだね、なかなかね。あ、でもさやちゃんとはあの時ご飯食べたわ、デザートだけじゃなくて。そう、ピューロは結構お一人様で行っちゃうんですよ。一回メンバー誘ったことあったんですけど、でもちょっとその日無理だみたいな感じで、あ、そっか、じゃあ一人で行こうみたいなもう一人で行こうみたいな感じでね、一人で行った。そう、まあね、近々ね、もし行けるようになったらね、私はなぎちゃんと行く予定なんで、さやちゃんとも行きたいし、うん、一人ほ、やっぱ一人行動はめっちゃ気楽ですよ。そう、自由にできるからね、一人行動は楽。まあなんかね、やっぱ一緒に行くのもねめっちゃ楽しくて好きなんですけど、そうですね、なんかそうですね一人は楽だなって思いますね。でもなんかそうだな、なかなか、でもな、写真撮るときとかほんと一人不便だなとは思うんですけど、撮ってほしいからね、なんか自撮りだけだと入らない部分とかもあるからさ。そう、
そうだね、まずはなりちゃんとかね。女の子ならにぎやかがいい。いやそれは男女関係ないと思う。はい、一人焼肉、あでも一人焼肉ちょっとね憧れる。でもやったことないんですよ。そう基本的に一人で行くのってどこ、ファミレスとかファーストフードとかしかないから。でも一人焼肉めっちゃ憧れてるの。そう、なんか一人焼肉デビューはしたことない。なんか一人お寿司とかもしてみたいけどね。一人お寿司はそんなあれかなかなかないけど。でもお寿司屋さんは基本一人で行ったことはないんだよね。だいたい家族と行くんですよ。家族以外で一緒にお寿司屋さん行った子いないんだけど、逆に。そうなんかあんまね、お寿司屋さんはさすがに高いお寿司はあれだよ。高いお寿司はなんかもう人生で1回ぐらいでいいかも。なんかさ、一回その家族が回らないお寿司屋さんに連れてってくれたことがあったんだけど、いやこれはもう人生で一回だけでいいなってめっちゃ思って。そう、なんだろう、すごい高級ですっていう感じだから、なんかね、なんかすごい、なんて言うんだろうな、お腹が膨れなくてその時は。なんか回転寿司っていろいろあるじゃん。だからそう、なんかいろいろ頼めるんだけど、なかなか回らないお寿司屋さんかみたいな。それは緊張するよねみたいな。そう、なんか回転寿司行きたいなちょっと思った。でもおいしかったですめっちゃ。でまあやっぱ回らないお寿司屋さんはお寿司好きな方とかじゃないとね、なかなか厳しいですよね。そう、でもやっぱお寿司屋さんは2人以上で行くのがいいかな。なかなか1人で行かないよね、私はね。そう、私は1人では行かないかな。そう、お腹空いてきた。まあ、確かにお昼もちょっと近づいてますもんね今。そう、まだお昼にはちょっと早いかもだけど、私は早いですけど。そう、やっぱまあ11時から2時ぐらいまでお昼の時間なんで、お腹はね確かに空いてくるかも。さあ今日は何の話をしようかな。割ともうほぼ半分ぐらい配信終わったところで、今日何の話しますかってぶっこんでくるんです、ぶっ込むんですけど。そう、昼ご飯何も考えてない。どうしようかな。まあ考えるのは配信が終わってからですね。はい、
お刺身食べたいな。最近食べてないお刺身。うん、お刺身食べたい。お刺身は、うーん、何が一番好きかな。悩むんだよね。前まではマグロとか答えてたんですけど、最近タイがめっちゃ来てるというかっていう感じだからね、一番が決められないんですよね。そう、二度目から目覚めた。おはようございます。よく寝れたかしら。そう、1年前ぐらいからタイが結構あの好きなお刺身ランキングでも上位の方に来てて、そう、なんかね、こう前髪今日すごい逆らってくるんだけど、サーモンはそんなに食べないんだよね。食べるんだけど、なんかすごい頻繁には食べないかも。そう。はい。まあこれ以上ね、ちょっとお腹空いちゃう人続出するんで、一旦食べ物の話は終わりますね。さあどうしよう、何の話しましょう。みんな食べ物の話は終わりですよ。洗濯物日和、それは嬉しい、それは嬉しすぎるね。しようかな。好きな柔軟剤の香り、あーどうだろう、逆にそんなに嫌いな柔軟剤の香りもないんですけど、まあ、石鹸、いやどうなんだろう、まあおーそうだな、好きな柔軟剤の香りどうなんだろう、基本的になんかあんまりこの匂い苦手なんだよねっていうのはないかな。なんか香りだけで言うと、私はなんかお花系の香りよりかは、なんかそれお花系以外の香りの方が若干好きかも。お花系も嫌いではないんですけど、まあ、でもなんか石鹸、なんかすごいありがちなのは石鹸の香りみたいなのとかはめっちゃ好きです。洗濯物の石鹸の香りってあるかな、あるよね多分。石鹸の香り好きですね。うん、割と香り系は全般そうかな。一番好きなのは柑橘系の香りなんですけど、そう、なんかそれ以外はもうなんか同じぐらいかな。それは偏見。どうなんだろう、あんまね、私も香り系、お花系はそんなにすげえ好みではないね。そう、そうだよ、強すぎないのが好きなんだよね。あんまり強すぎるとうーんってなっちゃうんで、そう
まあレモンの香りとか好きです。はい、まあ香水はあんま関係ないから、まああんまりつけるタイミングが、つけるタイミングをめちゃめちゃ逃してるタイプの人間なんで。そう、でもそうだな、どうなんだろうね、まああんま興味はないよね香水。そう、つけては見たいけど、なんかこのここのなんか香水が気になってるんだよねみたいなとかはないから、そうあんま興味はないっていうのはある。そう、あ、ハンドクリームはどうだろう、あんま香りはそんなに気にしたことないかな。なんかハンドクリームは私はロクシタンのなんだっけ、あれスノーウンタラみたいなのが好き。香りっていうよりかそれがね一番使いやすいんで、そんなに香りは気にしたことはないかも。あんまり強すぎるのもあれなんですけど、はい、なんかさ結構ハンドクリームってものによったらさ、なんかつけたら最初ちょっとベタっとするみたいなのあるじゃん。でも私が使ってロクシタンのやつはなんかつけてすぐでもそんなベタっとならないやつ、本当にめっちゃねいいやつです。いいやつっていうか使いやすいやつで愛用中です。でもやっぱ香りは結構レモンの香りとか本当に好きですね。なんか昔とか特にリップクリームの香りは絶対レモン選んでたから。そう、うん、初見さんありがとうございます。そうだね。あ、でもなんかサンプルね、なんか結構いろんなのあるじゃん。あれね、サンプルの匂い試すのはめっちゃ好き。いろいろ気になって、ああなるほどこんな匂いするんだみたいな、そうああなるほどねみたいな感じでめっちゃいろんなの、ね、試してる。絶対買わないけどね。試すのは好きだけど、なんかまあ香水ほんと使わないからねあんま。でもなんか一回さ、なんか香水何かしら買って使ってみたいんだよ。私が持ってる香水って、あれ私が持ってる香水って結構自分の好きな趣味のやつの香水なんで、なんか使うのめっちゃ躊躇するから、なんか最初なんかもう全くなんかよくわかんないとこで買いましたみたいなちょっと安めの香水とか買って使ってみるのはありではあるんだけどね。
柚子の香りのハンドクリームが良かった。絶対いいやつ。いいね、柚子の香りもいいですよね。ちょっとくしゃみ出るわ。シャミをするということで髪の毛をボサった。それは嘘だ。それはさすがに嘘。なんかあんまくしゃみ可愛いと言われてもそんなに嬉しくはないんだよね。なんか嬉しくないっていうか、なかなかかしくしゃみかわいいねって、なんかなかなかさ、なんかえみたいな、ちょっと反応に困っちゃうよね。なんかえみたいな、うん、とりあえずまあありがとうございます、ありがとうございますではないか、なんだろう。こんにちは、どうも。はい。はい。そうだね、若干ちょっと今眠いんですよ。ピンチですね、このあと公演なのに。まあ、このあとっつってもだいぶ後ですけど。そういえば今日夢でね、高校時代の友達、まあ、中学からなんですけど、中学から仲良しの子たちなんですけど、となんかね、なんかお昼ご飯食べる夢見て、なんかすごい懐かしい気持ちになりました。そう、うわこの感じ超夏みたいな。でもあんまそのあの5人で食べることそんなにないけど、そうなんかね、なんで今みたいな感じで思って、そう最近あんま友達と連絡取ってなくて、その基本的にそのなんか頻繁に連絡取る子たちではないから、そうだからね、懐かしいって思いましたね。そうね、久しぶりに会いたいんだけどね。まあね、最後に送ったのが1ヶ月ぐらい前で、まあでも友達から連絡来てないんですけど、1ヶ月もうちょっと前、一人は3ヶ月ぐらい前に私が送ってから来てないんですけど、もう一人は1ヶ月ぐらい前に送って、まあ来てないんですけど、そうそんな感じでね、なかなかすごいめっちゃ連絡するのもあれかなって思って一旦今止めてるんですけど、そう結構私からめっちゃ送ることが多いんで、そうなんかね、元からそんなにめっちゃ頻繁に連絡くれる子ではないんで、そうまあね、やっぱ連絡のスペースってさ人それぞれだから、私も割とすぐ返すようには努力してるんだけど、なかなか返さない時もどっちもあるタイプの人間なんで、そうでもあまりにも連絡ないからね、一瞬ちょっと心配にはなるんですけど、正直そう
ね、まあ元気にしてくれてたらいいんですけど。手は大きいですか？いきなりだね。でもまあまあそう、まあ大きい普通ぐらいだと思ってるけど、私あれね、手のねここがちっちゃいからあれなんですけど、指はまあ大きい、大きい、指は長めの方だと思ってるよ個人的に。そう、はい、ちょっと手汗がすごいんですけど今。そう、中指とここが同じぐらいの長さなんですよ。若干こっちの方がね大きいんですけど、そう、まあ、若干っていうか2センチぐらい、まあ、そんなこともないよ、1センチぐらいかな。ちょっと物差しがないわ。ん？前髪長い。そうですか？夏の楽しみ。夏の楽しみか。まあ、エイトの日とかもそうなんですけど、鍋かな。それは夏限定の問題ではないな。夏の楽しみか、なんだろう。なんでしょう。とりあえず今んとこエイトの日かな。はい、あーでもスイカ食べないんですよ。全然スイカ食べないからね。あんまなんかそういう意味では夏の楽しみって何なんだろうな。あ、でも冷麺まだ食べてないから今年に入って、そう今年に入って、まあ今回の夏、まあ夏もちょっと始まったばかりなんですけど、そう入って冷麺食べてないから、冷麺は食べたいんですよ。そう、なんだろうな夏の楽しみ。エイトの日以外あんま思いつかないんだよね。そう、なんかそう思うと何も夏の予定立ててないな。あ、でもあの人生展は見に行きたい、ゲゲゲの。そう、それは見に行きたいなと思ってて、確か8月末までとかのはずだから、それはね見に行きたいかな。かき氷は普通かな。コンビニで冷やし中華買わんね。冷麺、そもそも最近コンビニでお弁当とか買うことがなくなったから、そう、そもそもそれがなくなっちゃったからね。あんまりコンビニで麺系食べないかな。どうなんだろう。最後にでも買ったのビーフンとかですけど、麺系でしたけど。そう、でもそう、コンビニのうどんはなぜかお腹にすげえ溜まってちょっとしんどくなるからあんま買わないようにしてる。そうなんですよ。うどん食べるんだったら普通に家で作るか、もうなんか
羽丸うどんみたいな感じ。それか丸亀製麺久しぶりに食べたいんですよ。最近丸亀製麺食べてなくて。そう、はい、夏ね。なんか確かに1個ぐらい楽しみがあってもいいよね。いや全然ないみたいな言い方してるけど、8の日はあるんですけど。そう、ねえ、夏か、夏の楽しみね。なんなんだろうね。やべえ、全然ないあれ全然ない気がしてきたあれ全然ないな全然花火も興味なくて、そんなに花火大会なんか本当に行ったことなくて、なんか昔はなんか家の近くからでも花火見れますよみたいな感じのとこだったんよ。なんかねそういうこともないし、花火そもそも家でもそんなにしなくって、花火大会見に行くことなんて全くしなくって、ナイトプールも本当に興味なくて、プールにそんなに、まあ、興味ない、なんだろう、わかんない。やべえ、夏に対するモチベーションなんもないよ。すごいねなんかすごいね。そう、そうだね。なんかもしあれだったらなんかやっぱ沖縄行くの楽しみですねみたいなあるけど、まあ沖縄もねそんなに行かなくなっちゃったし、さすがに今そんなに行けないから。サンリオで夏のイベントとかない？そうだね、なんかピューラでは夏フェスやってるけど、なかなかちょいね、なかなかね、そうあれだからね。そうだな、なんか今年割とね、割と忙しいのかな、そんなことない、いやまあ忙しいのかなっていうのもあって、そんなにね夏の楽しみはないっす夏の楽しみはないね。そう、なんか夏限定で楽しめることっていうのがそんなにないかも。そう、なんか自分で言っててちょっと寂しくなってきたわはい、うん、なんだかんだで夏って忙しい時期なんで、そう思うとなんかすげえ最近夏満喫できましたってことがないかな。どの季節が一番楽しい？クリスマスだから冬じゃない？冬がなんだかんだで一番楽しい気がする。寒いけどめっちゃ、やっぱクリスマスあるし、お正月あるからね。そう、うん、冬かな、どうなんだろう、冬かな。まあでもやっぱこのまあコロナっていうのもあるんですよ。そうだからあんまなんか
すげえなんか外に遊びに行こうぜみたいな感じにもなれない、気持ち的にもなれないからっていうのはマジででかいかな。でも昨日七瀬と海の話してルンバ海興味ないのっつって、うんあんまり興味ないやっつって言ったそうなんかあんまね地元で海行くことなくて、沖縄ぐらいでしか海行かないもん私。そう、そう思うとあんま海興味ないのかな私。海っても泳がないからね、泳げないからそもそも私。あと水着をね持ってないからそれが一番あれなんですけど。そう、でも本当だったらね、なんかこの時期とか本当私もね外国に旅行行ったりとかもしたいんですけどね、なんかもう一生叶わないような気がしてくるんだよね。そうやっぱ高校卒業したら絶対どっかの夏とかでアイスランド行こうって私思ってたのね。そう思ってたんですよ。でもただもうこんなことになってしまってもうため息が出てしまった。そう予想外ですよ本当。もう絶対行こうって思ってたの、お姉ちゃんとも約束してたの、行こうね絶対行こうみたいな感じで。だけど本当こんなことになってね、もうねどうすればいいんでしょうね。とかまあでも旅行は行きたかったよね。それかなんかもう愛媛のホテルに泊まってもいいよね。なかなかあの地元でホテル泊まるなんてことないから、ちょっとなんかあそこ気になるんだよねみたいなホテルに泊まってみるっていうのはありなんだけど。そう、ね、ほんとって多分思ってる方はいっぱいいます。そう、でもな沖縄行きたいな、あのホテル泊まりたいよ。いつも毎年泊まってるホテルがあるんですけど、マジで行きたいんだよね。そう、すごい今ハンバーガー食べたい気分はい、あのホテルに泊まりたい。どこのホテルかは言わないんですけど、そう、もうね、毎年のように行っててね、なんかああ今年も来たなーみたいな、なんかあの感じめっちゃ好きなんだよね。そう今でもね、もうすごい部屋のもう蘇る部屋がもう何回泊まったんだろう本当っていう感じなんで。大はしゃぎする時もあるの、ありますね。でもあんまりショールームではそんなにないかも。割とショールームはなんか違うのよ、なんか結構素だから、素ってたらあれなんですけど、そうなんて言うんだろう、難しいな。確かにそんなショールームですげえ大はしゃぎはしないよね。なかなかだいたい雑談しててめっちゃ大はしゃぎしながら雑談しますみたいな、そんな元気ではないんで。大はしゃぎするときはする、もちろん。
そうだね。何をするとテンションが上がりますか？そうですね、なんだろう、何をするとテンションが上がりますか。例えばすごいいい絵が描けた時とかテンションが上がるかな。あとなんだろう、ピューロ行った時とかはめっちゃ大はしゃぎします。あとなんだろう、バイオリン弾いてるときはぶっちゃけそんなにおはしゃぎはしてない。あ、緊張してるからね、それどころじゃないんですよ、ぶっちゃけ言うと。そう、あとなんだろう、ピューロランドパレードの会は奇跡。あ、まあそれは割とそうかもね。どうなんだろう。まあでもね、あんまそんなすげえこういうね、ショールームは基本雑談しかしないのでっていうのもあって、なすげえはしゃぐってことはない。でもなんか常にテンション高い人ってまあいますけどね。でもそんなにね、なんか世の中の人間全員が全てテンション高い人間ってそんないないんで、そんな、なんだろう、でもバイオリンははしゃぐ対象じゃないね、バッサリ言った。そう、バイオリンははしゃぐ対象じゃないからね、趣味っていうよりもあれ本当習い事って感じだから、もう緊張しかしてないような時。そう、そうだね、確かに私、まあでもそんな感じかな、はしゃぐとしたら。まあでも大体の人ってそうじゃない？やっぱ趣味に関してははしゃぐけどね、なんか常にテンション高い人ってなかなかいないから、人間誰でも波はあります。そう、あ、でもあれだね、あつ森の風船が来た時はめっちゃはしゃぐね。そう風船来た時とシャンクが来た時とかはめっちゃはしゃぐね、あつ森は。まああつ森に限らんか、どう森、まああつ森か、最近あつ森やってるからあつ森なんですけど風船来たらテンション上がる。でもなんかめっちゃ風船来るよね、あつ森すげえ頻繁に来るよね。なんかおいでよ動物の森ってさ、そんなに来ないんですよ。しかもなんかさ、あのなんか DS ってこの画面だったじゃん、2つでここに来るから、なんかめっちゃ狙いづらいのよね。なんかそう、なんかいけるみたいな、あ落ちてきたって思ったら川にチャポンみたいな時とかもあるんですけど、そう風船の時はめちゃめちゃテンション上がる。30秒に1回来る。でもマジでそんな感じだよね、なんか体感的に。なんかちょっと長い時間やったらなんか3回ぐらい風船見かけるよね。そうなんか風船来すぎじゃないみたいな感じで思いますかね。はい、ということで、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあ、ギフトね、 TTSKG さん、バラ、せいやさん、お花畑じゃない、花束、はやちゃんさん、小判、アーティーさん、花束、はやちゃんさん、だるま、ありがとうございました。13位よもりんさん、12位飯田ひろゆきさん、11位みらいさん、10位 5Y7RC さん、9位めぐみのさん、8位もかちかもさん、7位スコティッシュさん、6位くまけんさん、5位夏目さん、4位カラスのかあこさん、3位 TKHKG さん、2位アンティーさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、ということで今日は雫公演頑張ります。また明日、まあ場合によってはまた後でですけど、またね、ありがとうございました。
次の配信で会いましょう。イエーイ、またねー。